今から隣にモーニングに行ってきます。今7時過ぎ7時過ぎ、あ、俺携帯忘れた。もう走っていっぱい行っといで、私ゆっくり歩いてくれ。バイバイ。前回の動画とかインスタとか見てる人は分かるかもしれんけど、妊娠しまして、はい、里帰り出産をすることになったので、今日はその、なんていうかな、準備の動画を撮っていきたいと思います。はい、事前にこういうふうにリストを作ったので、これを見ながら集めようかなみたいな感じです。お前も帰るの？邪魔です。タッコ紐、これがちょっとセールになってきます。そう、なんか安くて買った。なんかリニューアル、あー、なんかリニューアルするらしいから全部一回変わるから売り切り、カバン、入院バッグにしようかな。なんかニトリの商品が割となんか使えるってインスタで見た。そうそうそう、これは授乳用多分。夜とかに行った時とかに使うらしい。ベビーバス、哺乳瓶とか除菌上手。でもまだ哺乳瓶買ってない。結局スワドルとか、まあ、おくるみやね。これもニトリで、なんかおむつとか入れるらしい。ニトリの赤ちゃんコーナー。そうそうそう、それはめちゃめちゃいい。哺乳瓶の消毒、洗えるか、洗剤、哺乳瓶買ってないのにな。これめっちゃ良くない？なんか分からんけどネイルケアするやつ。爪切りがなんか怖いからちょっとこうやってヤスリでやってみようかなみたいな。寝てる間もできるんですよ。うん、こういう系はもうほとんど赤ちゃんに買いました。はい。編み物したから、これ帽子で、こっちがヘアバンド、かわいい。これもやな。せっせと編み物を教えてもらいながら編みました。カイトさんのお母さんに教えてくれた。カイトさんのお母さんは渋谷区の商店街で手芸屋さんやってるから、こういうのがすごいプロ。
手芸店に興味がある方はぜひ、編み物を教えてくれるもんね、そこで。だって全くの初心者、全くの初心者がもう2つも作れた。作ろうと思って、おすすめのめちゃめちゃ可愛い抱っこ布団。なんかポッポンチーノとかいう、めっちゃ可愛いよな。三日月型のデザインのやつ、パンプポーポップパンプポーみたいなっていうところなんだ。なんかこれに寝かせて、それと上に赤ちゃん寝かせて、で寝たなと思ったらこうやって置いたら、もうこれがそのままベッドになるし、なんか背中スイッチというやつが置きづらいよっていうのを経験者に聞いたから買ってみた。月齢カード1歳までのやつがあって、1ヶ月ごとにこれをこうやって置いて写真、そうそうそう、楽しみ。里帰りってどのくらい服持って帰ればいいのか分かんなくて、次帰ってくるのが夏ズボン入るのかな。ジーパンとか入る。